おはようございます。いちごうさぎです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。先日台湾の方で地震がありまして、6弱の地震でちょっと倒壊してたりする建物とかありますが、いかがでしょうか台湾の視聴者様大丈夫でしょうか昨日はあの、ウクのゼレン、 官が演説をされましてその演説を聞いてましたが、ね、あの岸田さんもねその辺に関しては回答をされていました詳しくは、まあ、その辺の前の動画見ていただけたらと思いますでえっ、ー、と S.Y. さんですね、えー。そちらの方がですね、あのー、今、ナレーションやってるのがですね、えーまあ、このまま終了になってしまうんではないかなと思います。ガーシーチャンネルの方で暴露がされてまして、もう致命的な状況になってるようです。で えー、26から27日、えー、名古屋ですかね、の、えー、カーテンズの公演が最後でなっております。今日見ました記事によりますと、まあ、こん今回のカムカムのナレーションもこのまま終了となり、また、 カーテンズが終了となった時点で、そのまま引退ではないかという記事が出ていました。キンキーブーツ、秋になります、キンキーブーツの、えー、主演の話も出ていましたが、そちらももしかしたら代役になるのではないかという話が出ています。 ね、あのー、本当に3回目はね、完成形にしたいと言っていたので、まあ、どういう形になるのかっていうのが、今後注意が必要な状態になっています。まあ、他の大学者でできるのか、ね、事務所の関係者でやるのかっていうのが、またちょっとわかりませんが、注目していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。また、インキーブーツの えー、初代の、えー、映画化、もしくは、えー、DVD 化、ファンがすごく期待してますので、よろしくお願いしたいと思います。あぜひね、あの、DVD 化、円盤化、希望してますっていう方は、グッドボタンをお願いいたします。ありがとうございました。